多分死ぬマジで。ちょうどいいさ。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということで今回ですね、東京赤羽にあります極み総本店さんにやってまいりました。こちらですね、手羽先の美味しい居酒屋さんなんですけれども、今日ね、激辛メニューあります。辛いんですか、手羽先が。やばいです、激辛チャレンジメニュー。なるほど、はい、ちなみに制限、はい、ココイチの辛さはどれぐらいいけるんでしたっけ。ココイチは一応過去に食べた3辛が結構きつかったなっていう辛さレベル耐性、普通の感じの普通ぐらい、はい、うん、ごめんね、ちょっとチャレンジ今日やばいから。もうココイチの3辛なんてもうちょっと非じゃない。非じゃない、なめんじゃねえぞと。どれぐらいですかね。一応なんかルールがありまして、激辛手羽先を食べます。5分間だけ我慢して、水を飲まずに我慢できたらクリアということで、これね、それチャレンジ成功したら、そう、はい、特典サービスが受けられます。大丈夫です、大丈夫、1本だけだから。はい、わかりました。あのね、もう私はもう5本行かさせていただきます。激辛手羽先をもう骨の髄までしゃぶりついていきましょう、はい、レッツゴー。東京赤羽駅東口より徒歩2分の距離にある極み赤羽総本店、名物手羽先や新鮮な牡蠣などをはじめとした人気の居酒屋メニューがずらりと並びます。今回はこちらの激辛チャレンジメニューに挑戦していく。まずは熱々の油の中に手羽先を入れ揚げていきます。使用する唐辛子はタバスコの約1000倍の辛さを誇るキャロライナリーパー、これを特製のタレの中に溶かします。カリカリに揚がった手羽先を取り出し、先ほどの激辛タレに漬け込みます。最後にダメ押しのキャロライナリーパーの粉を振りかけたら完成、激辛手羽先のお目見えだ。はい、というわけで来ました。あの、ごめんなさい、皆さん、はい、謝っておきます。先ほどちょっと外でね、5本って言いましたけども、10本にさせていただきました。10本です。やばい、匂いやばくない。匂いがもうきつい、これやばいです。ちなみにこのね、10本、はい、未だ完食者ゼロということで、私が初めての偉業を成し届けさせていただきたいなと思います。私は1本こちらをチャレンジさせていただくことになってます。私の方はもうこれね、10本あるから、もうこれね、食べてる途中でもう5分過ぎちゃうということで、これ特別ルールとして、これ完食したら成功ということで、ちゃんと動画最後まで見てくださいね。これ得点ありますから、始まっちゃったらこれ飲めないんで。あ、じゃあ先に乾杯しとこう。乾杯。地獄の果てまでいただきます。いただきます。ちょっとまず反応見たいです。ガチですね。ソニーさん一歩早い。キャロライナリーパがめちゃくちゃついてるので、これがやばいそうなので、いただきます。いやー怖いな。あ、こんなやべ。これやばい。辛っ。やばい。ちょっと待って、これ止まると粉食えなくなります。辛っ。軟骨までボリボリいけちゃいますよ。あ、やばい。もう。うわ。辛っ。ちょっと待って、汗やばい、ジョニーさんやばすぎ汗。死なないでくださいよ。これタレもやばいし、粉もやばいのかな。やばい、え、喉にくるとやばい。やばい。
元のタレはあるって辛い、美味しい。でも声出てないやん。ちょっと待って、やばい。頑張れ。マジでわかります、汗やば。やばい、ちょっと進まない、もう。ああ、頑張れ。わかりました、頑張ってください、ジョニーさん。1,2,3,4,5,6,7 3本今辛い。やばい、恐怖症、進まない。はい、ということで、私は一本何度か完食しました、なりましたので、ちょっと私5分経ったので先に、もう目にやばい、入った、ありがとうございます。すいません、普通のいただきます。何やってんの。店員さんからこっそりいただきました。ふざけんな。いや、本当に頑張ってください。うまい、これは。たださっきの辛さまだ残ってて痛い。何食うてんの。うまい、これ。ちなみにこちらの手羽先は一番人気メニューです。知らんよ。うまい、頑張って、ジョニーさん。あ、いや、ほんと頑張って、ジョニーさん。頑張れ、ジョニーさん。やばい、顔が痛い。痛いよね、すごい。やばいってこれ。いやー、1個だけでもやばいですよ、私。頑張れ。ちょうど筋トレ後だったので、ちょうどいいな。鶏肉。筋トレとか知らないから。すごい。やばい、頑張れ。あと2本。おしぼり持ってきてもらってもいいですか。はい、死ぬまじで。おしぼりが痛い。これやばい。鼻水が出るね。これやばいね。頑張れ、できる。ジョニーさんならできる。僕もこれをいただきます。うん、うめえ。
あ、すごい。頑張れ。ラスト1本。私は通常バージョン完食させていただきました。ラスト1、ラスト1頑張ってください。ジャニーさん、いや、えぐい、えぐすぎます。すごい、頑張れ。おお、やばい、大丈夫ですか。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あとちょっと、頑張れ。素晴らしすぎる。これも、はい、もう水飲んでいいですか、これ。これも飲んで大丈夫ですか、こっち。やばいです、やばかった、マジで。一本でもやばいって店員さんも言ってましたし、私も実際めちゃくちゃやばかったです。一本もやばい、粉、考えられない。あなた途中から普通に美味しそうな手羽先食べてたけど。すいません。いや、ちょっと先に普通のもお腹空いてたので頼ませていただきました、今回は。ございます。ああ、優しい、オアシス。バニラアイスでお口を癒しましょう。はい。うん。うん。いや、ジョニーさん、これはちなみに辛さレベルでいうとどれぐらいなんですか、今日のは。今回のこのキャロライナリーパー激辛チャレンジ、山崎、辛さレベル9です。9。前回より1個上がりましたね。前回の万力さんより。はい。これね、1個だったらまああれですけど、はい、もう今回僕10個やったんで、単純に量増えればそれだけダメージが大きいかなと。元となるこの特製の、極みさんの特製のこの手羽先のタレがあるんですけど、これめちゃくちゃ美味しい。今回私10本チャレンジし成功ということで、先着10名様、店舗に来た時にですね、スタッフさんに激辛ジョニーの動画を見ましたと、お伝えしていただければ、ドリンク1杯無料サービスか、あとなんか、手羽先1人前無料、はい、これプレゼントさせていただきます。辛いの苦手な方もぜひ、ちょっと活用してみてください。はい、今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。